皆さんこんにちは。今回も FF7、やっていきますよ。前回は、犬の掘り下げをやったところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。うるさいんじゃい。ケットシー、お前は回想の時にいなかっただろうが、何を知ったような口聞いとんねん。ゴリラに言われるのはわかるが、ケットシーに言われるのはおかしいだろ。どうなってんだこれ。ここはどう見てもニブルヘイムなのに、変なことになってますね。リユニオンって、なんやねん。そしてこの黒い謎のものは、一体なんなんや。誰やねんお前は。クラウドの母ちゃんの家やぞここは。謎のおばさんが住み着いてるんですが。この街、一体どうなってんだ。どう見ても、おかしなことになってるだろこれ。この村の関係者という聞き方に、なんとなく違和感がありますね。何か、隠蔽でもしようとしてるんでしょうか。本当に意味がわかりません。マジで、何のこっちゃわからないんですが。この黒いのが、この町に住んでた人の亡霊みたいな感じってこと？本当に何もかも、状況を理解できてないです。ひとまず神羅屋敷の地下は普通にあるみたいなので、クラウドが嘘を言っているという感じではなさそうですね。セフィロスやんけ。何しとるんや。リユニオンってなんやねん。その単語をまず教えろや。聞いたこともない単語でマウント取ろうとしてくるな。頼むから、日本語で喋ってくれ。クラウドさぁ、ジェノバが古代種じゃないってのは、コスモキャニオンのおっさんが喋ってたぞ。言ってくれるならその辺に置いとけや。投げるなっての。だからお前のその飛び方が人間の動きじゃねえって言ってんだよ。そんな動きする人間なんて、ストリートファイターのエドモンとホンダくらいやぞ。何これ、重要なやつなんでしょうか。今のところ想像できるのは、元ソルジャーと言っているので、A がクラウド、B がティファという感じなんでしょうか。今回のストーリー、何一つ理解できてないです。A の元ソルジャー、射殺されとるやんけ。どういうことやねん。マジで意味わからんわ。そもそもこれ、クラウドたちのことじゃないんでしょうかね。マジで、さっぱりわからんわ。本筋に関係ないことで、私の思考をごちゃごちゃにしようとしてるだけな気がしてきました。まあ、そのうち明らかになるやろという感じで、深く考えない方がいいかもしれないですね。つっよ、マテリアの穴が、8つもあるやんけ。急に強いのが出てきましたね。これはひょっとして、ケットシー退場説あるな。エアリスよりも先に退場するんじゃないかこれ。エアリスの武器よりも、穴が1つ多いですしね。なんか、北条からの置き手紙がありました。難しい謎解きで、正直さっぱりわからんかったので、多少悩んだふりをしつつ、半分攻略サイトを見てきました。北条に負けて放置するのも嫌だからしゃあない。見よ、この慣れた手つきを。攻略を見て答えの紙を見つけるところまではできたんですが、このダイヤルを回す作業で、10回くらいミスってましたからね。それだけやれば、慣れてもきますわね。お、赤いマテリアやんけ。ということは、召喚獣ですか。北条め、こんな悪質なことしやがって。攻略を覗かなければ、危うく召喚獣を取り逃すところだったぞ。ということで、ボス戦が来ましたね。とは言っても、結局のところベータを連打しまくるだけなので、おそらく苦戦はしないんじゃないでしょうか。あ、ネタバレというほどではありませんが、この動画でもう一戦ボス戦があるので、こいつとの戦闘の呪文詠唱は、バンバンカットしていきたいと思いますよ。曲が途切れ途切れになるのが気になる方がいるかもしれないですが、ご了承ください。お、ナイスバイオ。
そもそも効かない奴が多いのが難点ではありますが、バイオでダメージが通る敵は、ボス系であっても、割と毒が通ってくれますね。バイオ株、少しだけ上がりました。なおクエイクの株はいつまで経っても上がらん模様。あや、ベータが、効かなくなっちゃいましたね。イケメンみたいな髪型になったと思ったら、一気にベータを軽減されてしまいました。敵のくせに、ベータ対策をしてくるとは、なかなかやりますねー。さすがにそろそろ、ケアルだと回復量が足りなくなってきちゃってますね。戦闘時は、もうそろそろケアルラを使用してもいいかもしれないです。あ、そうそう、最近になって気づいたんですが、全体化のマテリアって、その系統の呪文すべてに、判定があったんですね。なかなか優秀だとようやく気づきました。どういうことかというと、全体化で2回全体化になっているとして、ケアル全体化を2回使っても、その他に、ケアルラも全体化を2回使えるということですね。これであれば、全体魔法を打てなくなってジリ貧になるという可能性は、減ってくる気がします。オーディンやんけ。こんな場所でゲットできちゃっていいのかよ。オーディンって、なんとなく終盤にゲットできるという印象がありました。とまあ一通り喜んでいたんですが、使おうと思ったら、一発で MP を80も食ってしまう、超絶惨敗だった模様。雑魚狩りで使うかもしれないですが、おそらくただゲットしただけになると思います。何言ってだこいつ。12秒こじらせてるだろ。こいつの飛び方も、若干人間の飛び方してなかったな。まあ、人体実験されてるらしいからじゃない。しばくぞ。何様やねん。そんな態度をとってたら、お前なんか仲間になったって。パーティーインさせてやらないからな。タークスだったのかよ。ハゲトイレのといいこいつといい、タークスってろくなやつがおらんな。ヴィンセントって、なんとなく聞いたことがある気がします。こいつがヴィンセントだったのか。誰やねん。神羅だったら知ってるみたいな言い方やめや。え？ジェノバじゃないのかよ。何がどうなってるんや。はい。ガスト博士、まともなやつかと思ってたら、人体実験なんてやってたのかよ。やっぱり神羅ってクズ揃いやんけ。いいぞゴリラ、もっと言ってやれ。本当にゴリラって、私が言いたいことをそのまま言ってくれて、非常に助かります。起きろや。会えるんちゃうか。なんでか知りませんが、あいつはジェノバに処理されませんでしたからね。というわけで、ヴィンセントが仲間になりました。そのうち気が向いたら、使ってあげようと思います。さて、先ほどまでのイベントは、北条の野郎の挑発に乗ってただけなので、ここからは少しだけ、本筋を進めていきたいと思います。それにしても、ルクレツィアとかいう、ゆっくりには発音しにくい単語のキャラ、この先重要人物になってくるのかもしれないですね。ヴィンセントからは、死んだとかそういう情報は、一切流れてこなかったですからね。ジェノバのエッチな全体像みたいなやつがルクレツィアとか、そういう感じでしょうかね。知りませんけどね。というわけで、ニブルヘイムの奥の、山を進んでいたら、ボス戦になりました。
地破たちが落ちた橋も、また架け直されてましたね。あの橋、構造がどう見てもおかしい気がするのは、私だけでしょうか。あの橋、絶対最後の方、反り立つ壁みたいな急傾斜になってますよね。完全にミスターサスケじゃ登れない角度やったぞ。うへぇ、完全にメタられたわ。ベータを吸収は、マジでいかんって。ここはさすがに、多少が散らないといけなさそうな感じですね。さすがに開発陣も、ベータ乱発を防ぐための、対策をしてきたという感じでしょうか。マジで死の宣告、絶対いらんだろこれ。誰に聞くねん。あ、そうそう、ここまでの道中で、変な青魔法を習得しました。ハテナと書かれていますが、おそらく、リベンジブラストとかいう技じゃないかと思います。自分が受けてる分のダメージを、相手に与えるという感じの技でしたからね。こちらは、使いようによっては使えなくもないという感じです。お、毒になってくれました。やっぱりバイオって有能だったわ。それにしてもこの戦闘、若干長引くかもしれないですね。いつもならベータに連発をするだけで、2000ダメージを稼げていたのに、それを封じられてしまいましたからね。若干苦しい状況です。勝てないわけではないですが、どうしても時間本当に効かねえな。グラギデとか死の宣告とかは、おそらく今後、二度と使わないかと思います。もしかしたら効くやつもいるかもしれないんですが、それを探っているターンが、非常に無駄ですからね。あ、そうそう、すっかり忘れてましたが、ゲットシーンに、時間全体化をつけてたんでした。これで、ヘイスガが使えるというわけですね。ヘイスト全体化できるとか最強やんけ、とか思ってつけてたのに、ついついベータを打っちゃってました。それと、ヘイストという魔法自体が、一覧の中でだいぶ下の方にあるので、存在を忘れがちなんですよね。本当に、全然削れないですね。ベータだったら、一発戦くらいはいけてたのに、何もかも、ベータ基準で考えるようになっちゃいました。使われたケアルラ分を削ること自体、相当きつい感じですねこれ。呪文に頼らないで、いっそのこと通常攻撃をしちゃった方がいいのかもしれないですね。お、トラインとかいう技を、ラーニングできました。ダメージを受けたので、まともな攻撃技っぽいですね。正直プレイしていた時、トラインを撃たれた瞬間、これは魔法だろと感じちゃいました。なんでだろうなぁとか考えてたんですが、おそらく昔、ドラゴンファンタジーとかいうフリーゲームをやっていて、その時に覚えたとかなのかもしれないです。ちなみにトラインは、ベータの雷バージョンみたいな感じの技でした。ベータに比べると燃費が少なくて、20しかかかりません。これからは、クラインの時代という感じですね。この分だと、氷版のベータも、そのうち出てくるんでしょうか。お、カウンターとか、有能そうなマテリアやんけ。あ、道中で、クラウドの階層に出てきたドラゴンが出てきて、そいつから金の腕輪という防具をゲットできました。クラウドの HP が140しかない時はワンパンされていましたが、今なら倒せるようになったんですね。成長を感じます。物騒なミサイルやな。そのミサイル、日本海に撃ってくるなよ。ということで、今回はこのくらいにしておきましょうかね。続きをやるには、時間が中途半端ですしね。それでは、ご視聴ありがとうございました。